時刻は10時を回りました。この時間は FM 技能ワン防災防犯番組ライフサポートラジオをお送りいたします。お届けするのは FM 技能ワンスタッフの根間ゆかりです。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は地域の防災防犯意識の向上を図り、いざという時において冷静的確に行動ができるよう情報発信することが目的です。 できる限り地域に根ざした様々な情報をお伝えしていきます。この番組では皆様からのご意見、ご感想を受け付けております。防災、防犯に関する豆知識、日頃から心がけていることなど、些細な情報でも構いません。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g 能 i n o a n c o m 7 9 7 a t m a f m g 能 i n o a n c o m まで、 皆様からのメール、メッセージお待ちしております。また、FM ギノワンでは Ustream と t w i ャスで映像と音声を配信しています。FM ギノワンのホームページから見ることができます。また、サイマル放送、リッスンラジオもスタートいたしました。パソコンでお聞きの方は、FM ギノワンのホームページに再生ボタンがありますので、そちらからお聞きください。また、スマホでお聞きの場合は、無料アプリ、 リッスンラジオより全国のラジオ局から FM 技能案を選曲しお聴きください。完全全編同時放送でお楽しみいただけますので、そちらもよろしくお願いいたします。では、まずはじめに、技能案市内の防災施設を紹介していきたいと思います。本日はですね、えっと、技能案市野岳の防災施設を紹介していきたいと思います。まずはじめに、指定緊急避難場所。 アスナロ児童公園、松之岡児童公園、木更木児童公園、野岳公園、東児童公園となっております。続いて、指定避難場所は、宜野湾市民会館、野岳一区公民館、野岳保育園、野岳二区公民館、野岳三区公民館となっています。いざという時に備えて、 避難場所を今一度しっかりと確認しておきましょう。この後、CM を挟んだ後に、技能湾市内の防災・防犯情報をお届けしていきたいと思います。ちょっとカメラについ込んで大丈夫 この時間は FM 技能湾より防災防犯番組ライフサポートラジオをお届けしておりますではここで、えー、技能湾市の防災防,防犯状況をお伝えしていきたいと思いますまずは新聞記事から技能湾市内の防災活動の様子を紹介していきたいと思いますまずはじめに9月6日火曜日の琉球新報の市町村面から技能湾自治会長ら40人が参加 伊野湾市立中央公民館は8月22日、同館で防災啓発ゲームクロスロードを体験しようを開催いたしました。琉球二来大学のテルアさんが講師を務め、市内の自治会長ら40人が参加いたしました。クロスロードでは、阪神淡路大震災を体験した神戸市職員への調査を参考に、研究者らが開発した防災教材を使用しました。台風や地、 台風や地震の時などの対応をイエス・ノーで答えるその理由について話し合いながら防災意識を深めることができるようになっています川沿いの家に住んでいます洪水の危険があるとして避難勧告が出ましたが深夜12時ですどうしますかなどのお題について参加者それぞれが答える対応を共有いたしました参加いたしました長田自治会長の富浜さんは 公民館や行政の役割を考えるきっかけになった。今後は住民にどうやったら当事者意識を持ってもらえるかを考えたいと語っていました。このように宜野湾市では自治会長さんが集まり、地域の連携を深めながら防災意識を深めています。続いて、えっと、10月9日の琉球新報、こちらも琉球新報の記事になります。上王者な地域で防災。宜野湾130人。 避難経路確認上王者な自治会が、えー、10月9日単独では初となる防災・避難訓練を上王者な公民館前で行いました小学生からお年寄りまで約130人が防災時の避難経路や非常対応の手順をおさらいいたしました同自治会は市の西,西海岸地域8自治会と合同での地震・ 津波避難訓練に参加しているが高台にある同自治会の実情には必ずしも対応していないことなどから独自に訓練をすることにしました交通量が多い県道34号線などに分断されている地域の特性から同公民館のほかにこここ小金の森と森川公園に分かれて集まった住人らはリーダーたちの誘導で同公民館に集合しました 宜野湾警察署警備課と大蛇名公民館の警官4人による交通安全指導や、交通安全指導や、AED の使い方の説明に熱心に聞き入っていました。また、市社会福祉協議会も、介護者の見守りや100円で揃えられる防災グッズ展示などで協力をいたしました。また、炊き出しで訓練で作られた豚汁なども振る舞われました。 参加した上大舎名公民館の大城会長は、米軍普天間基地の基地上の飛行,機飛行機事故や廊下に失礼いたしました、飛行機事故や外人住宅の崩壊など地域特有の課題がある中で住民の防災意識を高める第一歩につなげられたのではないかと話しておりました上大舎名地区はですね、宜野湾市の自主防災組織というものに加入しています。えっと、この自主防災地域 組組織織と言いまますすのののは、えっと、地域住民による任意の防災,防災組織でありますその自主防災組織の役割としまして自主防災組織の役割が期待されているのは防災というより地域住民が協力して日頃の火災の防止火の用心見回りなど消火訓練通常の火災などにおいて通報の初期,初期消火を務めることになっています。 東日本大震災クラスの大地震が発生すると市民で至るところで火災が同時発生し全ての火災現場に消防隊が駆けつけられることは不可能な状態になると予想されています災害発生直後は公的機関による控除は限界がありますまた被害を最小限に抑えるためにはその地域での助け合いが必要となっていきます そのような状況の中では、地域住民が一人一人、自分たちの地域は自分たちで守るという取り組みが大変重要となってきます。そのためには、火、えっと、の,の出元の防止、また初期消火、災害の情報の収集、伝達、避難誘導など、その地域単独での自主防災活動が求められてきます。このような役割を担うのが、担う組織が、 自主防災組織となっています。宜野湾市内ではですね、現在6つの、6つの地区が、えっと、この自主防災組織として、団体が結成されています。先ほどご紹介いたしました、上大蛇名自治会、そして伊作自治会、益木自治会、で大蛇名自治会、宇治泊自治会、大山自治会となっています。今後、このライフサポートでも、こちらの自治会長さんらを お呼びいたゲストとしてお呼びしてその地域での防災活動やまた地域ではどのようなつながりを持っているのか防災活動をどのように行っていくのかなど今後の活動についてをお聞きしていきたいと思いますのでまた今後の放送もお楽しみにしていてくださいでは続いてですね宜野湾市の総合防災マップより 本日は避難時の8つの心得を紹介していきたいと思います。こちらの宜野湾市総合防災マップは、えっと、先日、宜野湾市役所の方がゲストとして来られた時に紹介していたものなんですが、こちら現在、宜野湾市内に住む、えっと、各住宅、宜野湾市にお住まいの方には、皆さんに配られているとおっしゃっていたんですが、もし持っていないよという方は、宜野湾市の市民防災室までご連絡をいただければ、この 総合防災マップをいただけるということなのでぜひこちらを常に、えー、と見て自分はこの時どうしたらいいんだろうとか防災についてしっかりと学んでくださいではそちらの宜野湾市総合防災マップより本日は避難時の8つの心得を紹介していきたいと思います日頃から避難に必要なものを用意しておくとと,ともに避難の手順について 家族と打ち合わせをしておくと、いざという時に慌てずに避難をすることができます。また、その時はラジオや広報社などからの情報を確認し、一人で行動せず、必ずグループで行動できるようにしましょう。ということで、まず一つ目、安全な避難経路の確認を。避難所までの経路、避難路はあらかじめ自分たちで決めておきましょう。安全に通行ができるかを確認しておきましょう。 番組の冒頭でも紹介しました FM 技能案でもこのライフサポートラジオの番組の冒頭で緊急避難場所避難場所を紹介しています自分の住んでいる地域の避難場所はどこなのかというのをしっかりと確認した上でまた家族でその情報をしっかりと共有していざとなった時はどこに行ったらいいのかというのをしっかり確認しておいてくださいまたこの現在紹介している技能案市の総合防災マップにも地震の時には どこがどのような被害に遭うかや津波土砂災害の時の情報など地図に色付けされて分かりやすく説明されていますのでそちらも参考にしてみてはいかがでしょうか続きまして2つ目非常時の,非常時の、えー、と出品事前準備ということで避難する時の必要な荷物,荷物をしっかりと事前に準備しておきましょう。 こちらもですね、この総合防災マップの後ろにですね、非常時持ち出し物チェックということで、事前に必要なものがチェックできるようになっています。こちらで確認しながら、いざという時にどのようなものを準備したらよいのか、また今、この自分の家には何が足りないのかというのをしっかりと点検していてください。またですね、備蓄食料や飲料水などは保存期限があるので、前もってその、 消費期限などをしししっかりと確認てておきましょう続いて3つ目です正確な情報収集と早めの行動をラジオテレビで最新の気象情報災害情報避難情報に注意しましょう雨の降り方や浸水の状況に注意し危険を感じたら早めに行動することを心がけましょうこちらはですねこう台風の時なども FM 技能漫からも このような台風情報などを発信していますのでぜひラジオも活用していただけたらと思います続いて四つ目です避難の呼びかけに注意をしましょう危険が迫ったときは市役所や消防からの避難の呼びかけをすることがあります避難の呼びかけにあった場合にはそれに従ってくださいということでの先ほど説明しました先日来ていただきました宜野湾市役所の市民防災の 防災課の方が説明いたたししてましたあの宜野湾市内でもこのような避難の時はしっかりとあの地域の防災の呼びかけがあったりとか宜野湾市役所から避難のこうメールが来たりとそのような呼びかけもやっていますのでぜひぜひそのメールの登録などをしていざという時に備えてしっかりと行動しておいてください続いて5つ目ですお年寄りなどの避難に協力をしてくださいお年寄りや子ども 障害のある人は早めの避難が必要です。近所のお年寄りや子どもの避難に協力をしましょう。ということで、地域とのつながりをしっかりとということですね。やはり最近、この地域のつながりが薄れてきているということも少し問題になってきていますので、この地域にどんな方が住んでいるのか、また、この避難の時にお手伝いが必要なのかということなどもしっかりと、こう、 皆さん地域の方でしっかりと確認し合っていざという時に備えてしっかりと避難できるように心がけていきましょう続いて6つ目です動きやすい服装また2人以上での避難をしてください避難をするときは動きやすい格好で2人以上での行動を心がけましょう長靴は禁物です 紐で締められるような運動靴が良いでしょうということで長靴は少し歩きづらいということもあるのでしっかりとこう靴が脱げないように紐で締められる運動靴を履いて避難をするときはお願いいたしますまた一人で避難をするとですねこの行方不明になっても誰も気づいてくれないとかそういうこともありますので避難をするときはしっかりと2人以上の方で避難をしていってください続いて7つ目です 車ででの避避難難は控えて、て徒歩で避難をしてください。自動車での避難は緊急車両の通行の妨げになりますので特別の場合を除きやめましょうということで,そうですねこの緊急の場合は消防だったり警察だったりさまざまなこの緊急避難車両が緊急車両が通行していきますのでそれのこう通行の邪魔にならないように皆さんしっかりと 動ける範囲であれば徒歩で避難をしてくださいまた浸水などがあるとこの車も動かなくなってしまうのでそのような場合も考えて徒歩で避難をお願いいたします続いて8つ目です足元に注意をしてください浸水している場所を歩くときは探り棒などを持ち歩き排水口などに転落しないように注意してください そうですね浸水しているときはこう、まあ、水も汚れていて下も見えない場合もありますしまたどこに穴があったり溝があったりというのがわからない状態となっていますので避難をするときはしっかりとこう探り棒などを使い避難をしてください。ということで以上宜野湾市の総合防災マップより宜野湾市のあ本日はですね避難時の8つの心得を紹介させていただきました。 こちらですね、先ほども説明したように、宜野湾市市民防災室に入り口に置いていますので、もし必要だなとか、これ自分のお仕事場にも置いておきたいなど、そのようなことがある方は、ぜひぜひ市民防災室に行ったらいただけますので、登録してください。またですね、こちらの市民、こちらの総合防災マップのですね、表紙に、宜野湾市、宜野湾市防災情報システム、 ということで QR コードがついています。こちらの QR コードを読み取ってアクセスしていただけますと、あの携帯でも気軽にこの防災マップを見ることができますので、そちらもご活用していただければと思います。以上、総合防災マップより紹介いたしました。 続いてですね、えっと、技能案警察署より交通安全のお知らせが来ていますので、そちらを紹介していきたいと思います。現在、技能湾警察署管内では交通死亡事故が多発しています。特に道路横断中に歩行者が跳ねられるという死亡事故が増えてきています。運転手の皆さんは一瞬の気が緩みが大事故に招きます。運転中の携帯電話の使用、 カーナビ、オーディオの操作。脇見運転はやめましょう。夕暮れ時は早めにライトを点灯し、相手からよくわかるようにしましょう。そうですね。最近、暗くなるのも早くなってきていますので、早めのライト点灯をお願いいたします。また、見通しの悪い交差点では必ず停止をして、左右の安全をよく確かめましょう。飲酒運転は犯罪です。少しだから大丈夫。 一晩寝たから大丈夫では通りません。また、歩行者の皆さんにお願いです。特にお年寄りの皆さん、朝の薄暗い時や夕暮れ時、夜間外出するときは、明るい服装や反射板を身につけて、事故に遭わないようにしましょう。交通安全は家庭からを合言葉に、お出かけの際は車に気をつけての一言を声かけましょう。交通ルール 守るあなたが守られるを合言葉に、宜野湾市民の力で交通事故をなくして、安全で安心して暮らせる寝立ての街宜野湾市にしていきましょう。ということで、最近宜野湾市内ではこの交通、交通死亡事故が多発しているということで、 そうですね私も私自身もこう仕事場に来るときに車で来るんですけどやっぱり携帯をいじりながら運転している方だとかそういう方をよく見ますので十分皆さん気をつけてくださいそこでですねその交通安全の十の心得ということでこちらも少し紹介していきたいと思いますまず一つ目左右の安全を確かめる。 横断中も近づいている車の有無を確かめましょうそうですね車が来ていないから大丈夫ではなくて渡る前にまずは右左の安全確認をすることが大切です続いて2つ目信号のある場所で渡りましょう少し遠回りでも信号のあるところで渡るのが最も安全ですということでちゃんと信号がある場所まで行ってそこで渡ってくださいでそれに繋がって3つ目 どこででも渡らない近くに信号や横断歩道がないかちゃんと確かめてください続いて4つ目横断中も周囲に目を配りましょう特に交差点では右折,者が右折者の動きに目を見配りましょうということでそうですね横断歩道を渡っているから大丈夫ではなくちゃんと渡っている間も大丈夫なのかというのをちゃんとしっかりと左右確認をお願いいたします。 続いて5つ目。車の影から渡らない。安全確認がしづらいドライバーから、安全確認がしづらく、ドライバーから見落と,れ見落とされやすくなっています。ということでトラックの後ろとかしっかりと気をつけて、その、ちゃんとトラックの後ろから出るときは左右を確かめるなどしっかりと確認をしてください。続いて6つ目。交差点では一時停止、安全確認。自転車も一時停止の標識に従わなければなりません。 続いて7つ目車が通り過ぎるまで待ちましょう遠くにいるようで車はあっという間に近づいてきますなので車が車がまだ遠いから大丈夫ではなく通り過ぎるのを待って渡ってください8つ目酔っ払ったら外出を控えてください酔っ払うとですね車道を歩くこともあるかと思うのでそこは絶対にやめてしっかりと歩道を歩いてくださいまた酔っ払った時はできるだけ外出を控えてください 9つ目、夜間は反射材を着用してください。黒っぽい服装ですとドライバーから見えづらくなりますので反射板でちゃんとここで歩いてますよという表示をお願いいたします。そして10個目は夜間はライト点灯をお願いいたします。無灯火ではドライバーから見えづらくなっていますので夜間の自転,自転車に乗る際はしっかりとライトの点灯をお願いいたします。 とということで以上宜野湾警察署からのお知らせでした。 ライフサポートラジオ、安心・安全な生活を送るために、FM ノワ湾より根間ゆかりがお届けしてまいりました。本日はですね、ノワ湾市の防災施設や、えー、新聞からノワ湾市内の防災活動の様子、そしてノワ湾市の防災マップより、本日は避難時の8つの心得を紹介させていただきました。 とですね、11月よりこのライフサポートラジオお時間が少し変わりまして、明日、えっ、ー、とですね、毎週木曜日の10時からとなりました。このゲストさんにですね、ギノワン警察の方や気象台の方、またこの自主防災地域の自治会の方など様々な方をお呼びいたしまして、ギノワン市内の防災防犯について情報をお伝えしていきたいと思います。とですね、木曜日からということで、明日から 明日の10時からまたライフサポートラジオを行いますので皆さんぜひお聞きいただければと思います。でですね、本日は FM 能ワンよりネ、ね、マ、まあ、ゆかりがお届けいたしました。いざという時に備えて行動ができるようしっかりと確認をしておきましょう。それではまた、えっとですね、木曜日明日のこの時間にお会いしましょう。